テンソルフローとは、Google が開発し、オープンソースで公開している、機械学習に用いるためのソフトウェアライブラリーである。英語の発音のまま読んだ場合は、テンサーフローだが、数学用語のテンソルは、テンソルと読むのでどちらの読み方も合っていると言える。機械学習や、数値解析、ニューラルネットワークに対応しており、Google とディープマインドの各種サービスなどでも広く活用されている。 2015年11月9日にベータ版がアパッチ2.0オープンソースライセンスの下で公開され2017年2月15日には正式版となるテンソルフロー1.0がリリースされたテンソルフローはもともと Google 内部での使用のために Google ブレーンチームによって開発された開発された目的は人間が用いる学習や論理的思考と似たように パターンや相関を検出し解釈するニューラルネットワークを構築、訓練することができるシステムのための要求を満たすためである。現在は Google のサービスの研究と生産に使用されており、以前に使用されていたクローズドソースのディストビリーフの役割をほぼ置き換えている。AI にも詳しいルーカス・ビーワルドは Google は Tensor Flow のコードをオープンソースにしたことで、 AI の真の価値は AI のエンジンではなく AI を賢くするのに必要なデータであることを示したと語った。そのため Google はデータの部分は公開しないだろうと述べた。対応プログラミング言語は C 言語 C、Python、Java、Go。対応 OS は64ビットの Linux、MacOS、Windows。ハードウェアは CPU、NVIDIA GPU。 Google TPU、スナップドラゴンヘキサゴン DSP などに対応していて、Android ニューラルネットワークス API 経由で、Android 端末のハードウェアアクセラレーターも使用できる。Google コラボラトリーでも使える。また、Tensor Flow ベースの強化学習フレームワーク、ドーパミンもオープンソースとなっている。Intel CPU 用の Intel マスカーネル、ライブラリーでは、 ディープラーニング用の最適化が実装されており、これをテンソルフローから利用できるようにしたものをインテルが配布している。アナコンダなどのディストリビューションでもこちらが採用されていて、PIP で配布しているものと比べて、リザネット -50 が8.6倍高速に学習する。モバイル機器向けはテンソルフロー4モバイルとテンソルフローライトの2種類がある。Android iOS、ラズベリーパイ向けのコードも GitHub 上で公開されている。Tensor Flow Lite は2017年11月14日に Google より公開された。当初の Tensor Flow はニューラルネットワークの計算を表現した計算グラフを学習の前にあらかじめ構築する Define&Run という方式をとっていたが2018年に公開された新しい機能である。 リーガーエクセキューション4テンソルフローは、プリハードネットワークスのディープラーニングフレームワーク、チェーナーなどで採用されている、計算の実行時に計算グラフが定義される、ディファインバイランという方式をとっている。以下のような用途に利用可能。2017年3月20日から24日にかけて、ドイツハノーファーで行われた、国際情報通信技術、日本史、スピット2017にて、 Google の日本法人が、テンソルフローの採用事例として、唐揚げ配膳ロボット、キュウリ仕分け、ロボット、ドローンで撮影した写真の解析の3点を展示した。ありがとうございます。